昨年11月ニューヨークのトランプタワーで大統領と初めてお目にかかったのはほんの1年前のことです。あれから大統領とは国際会議のたびにまた何度も電話で会談を重ねてきました。半世紀を超える日米同盟の歴史において首脳同士がここまで濃密にそして深い絆で結ばれた1年はなかったと思います。北朝鮮をはじめ緊迫する地域情勢にあって、今回のトランプ大統領の初めてのアジア歴訪は歴史的な訪問です。先ほどトランプ大統領とメラニア夫人に拉致被害者のご家族と面会をしていただきました。ご家族の皆様のお話に本当に熱心に耳を傾けてくださったことに心から感謝申し上げたいと思います。すべての拉致被害者のご家族がご自身の手で肉親を抱きしめる、その日まで私の使命は終わりません。この問題は、きちっと解決しなきゃいけないというような雰囲気が今回強く感じられます。本当に今日のような大きな日が来ると本当に思っていませんでしたけど、もっとこれが早ければよかったと、40年間 の、 いろんな苦労はやっぱりいろんなことが明るみに出てくるために非常に必要な時間を与えられたんだろうという思いで、本当に今日のことを非常に感謝しております。この2日間にわたりドナルドと国際社会の直面するさまざまな課題について非常に深い議論を行うことができました。こうして2人で日米同盟の揺るぎない絆を世界に向かって示すことができたと思います。ドナルドさん、Thank you so much.